レグザだけで鳴ってんの。レグザだけ。これ レグザだけですか。すごい。おー楽しいじゃん、ことりさん。レグザチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。声優の小岩ことりです。そしてレグザブランド統括マネージャー元村です。こんにちは。こんにちは。ドルピージャパン。いやー来ております東銀座でございます、はい、いやいや、こんな大都会にこんな高級な視聴室があるなんて、なんて素敵な場所なんでしょう。小鳥さんさ、これ覚えてる？小鳥さんの楽曲、これいいでしょ、これ、ね、これは2チャンネルなんですよね。そうですね、ステレオですね、うん、これさ、うん、今時の技術でさ、うん、部屋中でぐるぐる回る音にしたくない？立体音響ってやつ。うわー、これできたらいいよね。これが立体音響になったらいいんだけど、うんうんうん、でもそんなことできないですよ。できない。今日私はどこにいると思う？あれ、え、これドルビーさんだよ、ドルビーさん。ドルビーさんなら立体音響の聖地にいるんだよ、ここに。もしかしてできちゃうんですか？できちゃう。じゃあちょっと鈴木さん、はい、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。ドルビーの鈴木です、はい、よろしくお願いします。今日はようこそ。ありがとうございます。お邪魔しております。2チャンネルを空間オーディオにしたいっておっしゃってますけど、うん、できます？ぜひやらせてください。やったえ、でもここに、いや、こんな素敵な視聴室があるのは分かりましたよ。ミキシングルームはないでしょ、さすがに。実はあります。おっと、さすがすぎる、はい、このドルビーアトモスのミキシングルームで実際に音をミキシングして楽曲に仕上げていただきます、うん、やった。じゃあちょっとこの楽曲持ってってやっていただこうよ、はい、行きましょう。じゃあミキシングルームに行くぞ。おお、はい、どうぞお入りください。うわー、こんなとこなんだ。難しい機材がいっぱいある。すごい、おお、かっこいい。さあ、ということで本当にすごいミキシングルームに、ね、このスタジオ、ね、来ましたが、もうプロ中のプロの人たちが使う機材じゃん、ね、超そもそもなんですけど、うん、ドルビーアトモスって何なんですか、うん、従来のサラウンドシステムって、うん、水平方向の音を広げるという形で、うん、あの世まで普及してきましたけれども、うんうん、はい、ドルビーアトモスはそれに加えて、うん、上方向の音を足しまして、でそうすると立体的な空間の中にいるような、うん、あの音を作れて、うん、それを皆さんが体験できるようになったんですね。テレビとか、うん、あのご家庭のオーディオ機器で、うん、そのまま体験できるようにするというのがドルビーの制作と、うん、あのデバイス側のシステムという考え方です。普通は、まあ、オーディオってステレオだから、はい、右と左にスピーカーがあって、まあ、前から右と左でいい感じで聞こえるよねっていうのを、はい、アトモスの場合はそうじゃなくてコンサートホールのど真ん中にいるような感覚になれるってことですかね。はい、の通りのご理解で大丈夫です、うんうん、すごいね。できてるんだ。実際にこの部屋は 7.1.4 のスピーカーシステム、サラウンドに7個あります、はいはいはい、センター1つと真ん中1個、LR で3つ、横、横、後ろ、点1はサブウーハーが重低音あります。そして先ほどの上方向の音をしっかり出すために上に4つあのスピーカーがついています。1、2、3、4ですね。3、4だ、4つある、はい、すごい。空間を表現できるスピーカーシステムにして、うん、なるほど、これを聞きながら操作して、うん、どこにどう置くか、うん、どう動かすかっていうのがこの部屋で作れるんです。やろうやろう。ちょっとお願いします。やってみましょう。お願いします、はい、じゃあまず最初にステレオ版聞いてください、はいはいはい、うん、普通にあれですね、うん、ステレオですね。いい感じ、うん、じゃあこれをちょっと空間上に広げます、はい、鳴らしてみましょう、はい、本当だ。あ、包まれましたね、急に。鳴ってる鳴ってる。さっき前からだけだったのに。部屋中から鳴ってる。ねえねえねえ、うんうんうん、不思議。部屋で鳴ってるみたい、すごい。おお、ワクワクする。すごい、たったこんだけでこんなに、ね、変わるんですね。びっくりした。四隅から出る固定でしたけど、うんうん、動いたりもするんですか。もちろんです。なんと、やろう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 。今から聴いていただきます、はいはい、ボーカルもあると思います、はいはい。This beautiful feeling is true. すごい。今ぐるぐる回ってる。ここにさんが回ってる。すごい。すごい。すごい。面白い。回ってます。
なんて斬新な斬新なボーカルの人が走り回りながら歌ったまんないけどすごい、すごい。せっかく小鳥さんの曲なんだから、はいはい、こうプロの方に完璧にやっていただくのもあれなんだけど、はい、実は自分で少しクチュクチュやってるクチュクチュ いいんですか。確かにこれはめったに触れないぜひやってみてください、ちょっと触らせてください。そう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 。じゃあ小岩井小鳥が自分の楽曲をぐるぐる回してみるぞ。あこの赤い点をクリック&ドラッグで上に上げるときはどうすればいいですか。上に上げるときはパラメーターをグーッと、うわーすごい、おー楽しいじゃん小鳥さん。これすごい高さのパラメーターがあるんだ、面白い。じゃあ上げてグーグル回してやっていきましょう、はいはい、ちょっと流しながらやってみますかね。そうそう、真ん中にも持ってこれるんですね。もちろん、はい、あで高さももちろん変えることができる。あこの辺になってきた、なってきた、なってる。おーこれさ、こうやって遊ぶのはいいけどさ、楽曲にまとめるって大変じゃね。めちゃくちゃ大変です。だって今までだったら左右だったものが高さとかのパラメーターついてくるとやることが本当にどんどん。もう小岩さんにもこれで立体の、あの楽曲をどんどん作っていただければ。あ作りたい。実際このドルビーアトモスの立体音響で作った楽曲がもうグローバルに日本でもどんどん増えてるんですよ。ああそう。小岩さんちょっと創作意欲が湧くね。湧きますね。ちょっとよりやりたくなっちゃう。素敵、ありがとうございます。ありがとうございました。さあということでいろいろやってきましたが、うん、そろそろ完成しましたか。はい、できました。おおお、じゃあちょっとあの素敵な視聴室で聞いちゃいますか、うんうん、はい、視聴室行こう。おそれじゃあドルビーアトモスバンド、私の曲聞いてみようかね。聞いてみましょう。はい、おお美しいです。奥行きがある、綺麗ですね。おお、包まれてる。やっぱさ低音感もしっかり、すごいですね。立体感もすごい。やっぱここのスピーカーがいいんですね。すごいよねこのシステム ね。うわーすごいすごい。小鳥さん、小鳥さん、このスピーカーすごいと思ってるでしょ。ドルビーさん、シオリさんもね。そうですね。違うのよ。え？これレクサだけで鳴ってるの。レクサだけ。これレクサだけですか。レクサだけ。でもしっかり立体の音しますよ。広がって、ね、このレクサのスピーカーでここまで。小鳥さん騙されたでしょ。騙されました。嘘。すごい。すごいな。すごいでしょ。あ私が作りました。めんどくさい女だな、まったくもう。各チャンネルのスピーカーごとに設定しないといけなくて、もう山ごもり2週間。小鳥さんはさ、このスピーカーが鳴ってると思ってたから。思っちゃった。それは、ドルビーの各チャンネルの信号を各スピーカーで再生しているので、もう正確に音の位置が分かるようになっています。すごい小鳥さんさ、こんなすごい楽曲出たんだから、これにちょっと映像入れて、ちょっと YouTube とレクサチャンネルアップしてみんなに聞いていただこうよ。聞いてほしい、ね、ぜひ聞いてください。そうそうそう、ちょっと時間かかると思うんで、そのうちにちゃんとやって4.1 チャンネルで上げます、はい、はい、あとドルビーさんのサイトでも上がるんでしたっけ。ぜひ使ってください。いやすごい、ドルビーさんのサイトにはアトモスで上がる。いやこれ楽しみ、楽しみ。はい、じゃ詳しくは別途ですけども、はい、ちょっと最後は入りましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで今回はですね、私の作った楽曲ドルビーアトモスバージョンにしちゃいましたね、うん、ありがとうございます。またレグザで聞くのすごかったですね。かったびっくりしちゃって騙されましたね、はい、はい、ということで次回はなんとドルビービジョンですかね。うん、ドルビーさんって M やられてんだよね。わー、わー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 、はい、ということでそれをねちょっと徹底調査していきたいと思います。チャンネル登録いいねをして次回をお楽しみに。はい、それではまたね、バイバイ。